後ろのあれもいいですよね。あの、そう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 。道の感じがいい。素敵。この映像だけ見てると、なんかね、アマゾンの奥地。あ、そう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 。ヒゲを支える骨に何を持ってたか、な、全然わかんないですよ。毒。あ、すごい。おすごいじゃないですか。なんかね、なんかね、初めて見た。はい。ビワヒガイ。メダカの孵化には水温が関係しています。何度で育てていれば約10日で孵化するでしょう。え、何度？18度15 19 12。全然高いよ。夏にならないと孵化しないじゃん。25度だって。メダカももう珍しいよね。あんまりないですよ、ね、もはや。これは白もある。これがよく、ね、これも良くないですか、ね、え、これもいい。全部いいよ。しばらくじゃ見れるんですか。7月からいろいろ咲いてるんだ。7月から。へあ、さっきのトンボだよ、ほらこれ。あ、さっきいっぱいいたのこれ。違う、この辺りじゃない。この間のカキツバタも。カキツバタも水の中だから。すごいね、これ超トンボ。これ見たい。めっちゃ綺麗です。なんかこれ大魚のような気がするんだけど。違うじゃん、これ。ナマズじゃなくて大魚のような気がするんだけど。え、どうしよう。ナマズでしょ。あ、全然ユイピョンより羽長いよ。ほら。ねえ。マッキーぐらいあるんじゃない。あ、マッキーより羽長いですね。え、だから羽じゃないって手だってことですか。どうやって取るの。突然変異フナなんです。あ、いい感じに取れちゃった。これね、じゃあ日本にちょっとしかいないので、金魚じゃん。金魚じゃない。鉄って何ですかね。金魚はこっちにいるんだよ。鉄魚、これね、別名ハゴロモブナっていう。ハゴロモのこの、はい、広々すごいよ。なんかね、金魚の祖先おかしくないね、船だって今言ってるのに。船なんだけど、船からこう金魚にこう徐々に移行していく手前の。土壌は水中の酸素が少なくなるとどうする。え、水中の酸素って何。知ってんの。あれで知らない。それが口呼吸になって水面に出て空気を吸う。何この。こ
エラが。エラで3個取ってるの。はいはい、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃないですか。いいじゃない、ゆこう。クンペルです。はい。レストランですね。お邪魔いたします。自分で言った。そんなことありますか？いるんですけど、隣に。自分のタイミングが。じゃあ。の赤豚、これね、しゃぶしゃぶにするとうまいんですよ。アクも出ないし、柔らか、甘みがある豚でね、うん、そしてこれが、そう、あの生姜焼きに使うかな。平日2割引きですね。え、お得じゃないですか。ここからね、あと、伊豆沼農産さんの、あー、いいですね、伊豆沼ハム粗挽きソーセージ粒入りマスタード、これがまた美味しいんですよ。市販のマスタードと違ってね。これが僕の今日の戦利品でございます。ありがとうございます。何があった？私はですね、まず、はい、一緒の、あー、やっぱこれ大人気ですね。続いては一緒です。やだー、小崎さんと一緒。これしゃぶしゃぶにして食べます。あ、3点なんで次で最後なんですけど、じゃーん、何これ。これは、うん、国産豚ホルモン塩味です。これをちょっと食べたいなと思って、はい、これ豚のホルモンってことですか。そうです、そうなんです。塩味いいかなと思って買ってみました。以上です。肉系ですね。肉系ですね。何につけて食べるんですか。ウインナーじゃないですか。ウインナー、え、何ですか。逆にね、逆に何ですか。失礼しました。じゃあもらっていいですか。ダメ。あのウインナー体験のウインナーを、あー、そうね、お家に帰ってこれで食べる。いや、食べたウインナーがすごい美味しかったなと思って、うん、また体験を私はしたいと思ってました。あー、ウインナー体験、そうそうそう、おすすめですよ、ウインナー体験。牛肉するとこういう風に出てきます。よ、うまいです。先生ですか。すごい、めっちゃ綺麗。すごい、すごい長いな。すごい楽しい、これ。以上でございます。